やべえな、磯子高校っていうの。やばくない？みんな。見ましたか？いや、カズレーザーのあの漫才のあれみたいな。みんな見ましたか？ある種の新曲のミュージックビデオみたいな、なんかそういうのになっちゃいましたけど、やべえよな、あれ。なんか、びっくりした。同じ人間とは思えねえわ。なんか 無賃乗車するし。やべえよ。やだね。同じ人間としてやだな、あれは。樋口やめてよーって。新しい流行語ですか。樋口やめてよーって。やばいよな、ああいうの。みんなそのぼっち大学生の、なんかクズぼっち大学生 YouTuber の人の動画見たけど、やばい。なんかもう、なんか久しぶりに、あ、これさらされてよかったやつだなって思うよね。なんか。さらされていいやつだよな、あれは。犯罪者だもん、普通に。犯罪者だ！な、これは20世紀少年の、あれですね。あいつのものまねです。犯罪者は死刑、消えました！みたいなあのノリっていうね。いやー、でもやばいな。もうやばいしか言えねえよな。ほんと、人間がやべえもん見たら。ばあちゃん、ありがとなっていうね。いや、でも俺も財布なくしたんすよ。財布なくして、もしあんな感じのやつに、多分俺1万円くらい抜かれてたんだよ。ああいうやつがインスタグラムにありがとうね、みたいな感じで言ってた。その時俺なんかあれだよ。なんか変な身分証明書みたいな、クソガキありがとうね、みたいな感じで、インスタ載ってると思うと俺めちゃくちゃ腹立つよな。財布なくしちゃったんで俺も。いやー、ムカつくなー、それは。ああいうやつが撮ってありがとね、みたいな。クソだよな。教養なさすぎにも程があるよな。日本人じゃねえよな。まあ、人間でもねえもんな。なんか道徳で、ああいうやつらって多分小学校の道徳の授業寝てるやつらじゃん。俺はね、もう本当とにかく5教科全部、体育も含め全部ダメだったけど、道徳の授業だけはしっかりやってましたからね。しっかり音読もなんかやってましたよ。もう道徳だけはしっかりやった。だからもう俺以外にいい人間なんですよ。意外に優しい。ちゃんと教養はある。常識はないけどね。漢字読めないけど。日本語読めないけど。読めるよ。ちょっとは読める。英語わかんないけど、でもそういう大事な礼節ってとこは、そんなないな。俺、礼儀ないわ。礼儀なんてねえわ。いや、でもやばいなって思うよな。なんか世も末だよ。まあ、ぼっちクズさんが言ってたことには、やっぱその、これバカにスマホも出せるってこととはなるよって。まあ、スマホってすごい簡単じゃないですか、今。テクノロジーの進化。だからバカでも使えるようになったんですよ。なんで YouTube ですごいクソみたいなコメントが増えたかって、YouTube ってほぼ大体パソコンでやるものだったじゃないですか。それがいろんな Nintendo 3DS でニコニコとかもクソみたいなコメントが増えて、で、まあ、ビータなりいろんなもので、なんかそういうクソみたいなコメントが増えても、今スマホで追い打ちをかけたと。もう、タッチするだけだから視覚的な操作だからもう誰でもできるんですよ。下手したら猿でもできる。そういうものなんで、でも猿以下のやつにでもできちゃう状況があるから、まあ、ツイッターのクソみたいな投稿するんですよね。悲しいですね、犯罪自慢って。一番ダサいからな、犯罪自慢なんか。犯罪自慢ダサすぎるよ。見てて痛いもん。俺、一番この世で嫌いなもん、犯罪自慢だもん。捕まれって思うもんな。お前捕まってんのか？なんか捕まって、なんか刑務所俺行ったぜ、みたいな。少年行ったぜ、みたいな。ほら、もう嫌だ。話したくもない。絶対それは口臭いし。偏見、すごいな。でも、嫌だよな、犯罪自慢みたいなやつ。まあ、高校1年生でああいうことしてるからね。やべえよな、ああいうの。なんか悲しいよね。俺も今年から高校生だけど。悲しいよな。犯罪自慢して。猫ババに、無賃乗車みたいな。バチーンって蹴るじゃん。ああ、悲しいって思うよね。俺より1個上なわけでしょ、あっち高校1年生だから。もうすぐで高校2年生ってことでしょ。要するは。
なんか悲しいよな。ただただ悲しいよね。あ、もうクズ、ぼっちクズさんの動画見たから喋ることないけどね。やべえなって思うよね。世も末だよ。世紀末だよ、もう。なあ。まだ100年の世紀、1世紀の半分までいってねえのに世紀末始まったぞ。You are shocked! って聞こえてくるぞ。クリスタルキングが。あれクリスタルキングだっけ？愛を取り戻せが聞こえてくるぞ。ヒャッハーオブザ消毒だぜだよ、もう。オブショーの時代だぞ。やべえ、もう。もう世紀末始まってんな。うん。5分の1までいってねえぞ、まだ。1世紀5分の1までいってねえのに世紀末はもう始まってると。ね。もう世紀末は始まっていると。もう世紀末ですよ、もう。あんな状況。俺の髪型もだいぶ世紀末だけどな。今思ったら、だいぶ世紀末だった、俺の髪型も。うん。なんだ、黒光りうんこ乗せた感じ。でけえ象の黒光りうんこ乗っけた髪の毛みたいになってるけど、なんだその例え。うん、そういうこと、もう世紀末だと。世紀末だどって。もう世紀末だよ、もう。連呼しすぎだな、さっきから。まあ、いいバカと悪いバカで言ったら、あれは悪いアホですよね。なんか悲しいよな、見てて。知能指数、あいつら80くらいしかないだろ。下手したら70だぞ、あいつら。ギリ剣だよ、そんなんやってること。ギリギリ健常者ってことね。そういうとまた叩かれるけど、そうだろ、だって。犯罪自慢なんかしても。IQ マイナス2系であんな。やっちゃダメなことくらいわかるだろうって。なんか、ね。あいつらどういう人生を送っていくんだろうね。そうということでね、本当に世紀末はもう始まってるんだということでした。 You are shock! バカっただよな、もう。まあインスタグラムだけど、樋口やめてよ。俺使っていこう、もう。誰かに何かやめてほしいとき、樋口やめてよって言おう。樋口やめてよ、樋口、樋口、やめて、やめて、樋口、やめてよ。樋口、やめてよ、2とかね。樋口、やめてよ。樋口、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 のナードコアシリーズ、樋口、やめてよ、出そうだね。なんか、ゆめまるさんが紹介してたやつなんだけど、ね、鷹の聖書の、ね、なんか、鷹の聖どころ、正所の、ナードコアシリーズ、樋口やめてよー、ヒヒヒヒヒ、バン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 みたいな、なんかあの人好きだよな、俺。ブルとかねよくわかんないけど好き。ゆめまるさんが言ってていいなーって思った。鷹の聖書のナードコアシリーズ、樋口やめてよー考えただけで笑っちゃうな。まあそういうことです。どういうことだよって。いやーでも怖いな、そういう。みんなも怖いよな。陰キャでよかった。ドゥッデッ。はい、ブルゾンはダメですね、もう。マジでブルゾンチーム好きなやつ大体陽キャ、まあ、地味わかんねえよな、ブルゾンチーム好きなやつ。めちゃくちゃディスるけどな、なんでだろうな。なんであんな、あれ若い層からあんな絶大的な支持なんだろうな。支持が得られてるんだろうな、ブルゾンチエミって。かわいいとか、来世はブルゾンチエミになりたいとか。頭いかれとんな、なんか絶対なんかもう頭狂ってんじゃん。もう世紀末だ、それも含め世紀末だ。なんでブルゾンチエミになりてんだよって。えっ、なんでなんだろう、なんでブルゾンチエミになりたいんだろう、なんであんな人気なんだろうね。うん、俺最初見た時はクスッとは来たけど、今は来ないけどね。ライジンアナー
ブルゾンチエミめちゃくちゃディスって女性からの反感食らうやつ。まあね、流行りの人をディスるのはやめようと。流行りの車に、流行りの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 車に乗っかってるだけ。流行りの車に乗ってる意味もないまま、流行りの車に乗ってる全部デルデデデルデデデデデ、危ねえ危ねえ、気をつけて渡れ。そいつろ、そいつは白、あいつは黒、ボルター、一撃でレレ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 、上月の手がレレレレレレレ、わずかな光、ゲリエンする三段バラ、ゲリエンする三段バラ、ゲリエンする三段バラ、ボルター、一撃、まあ、やべえよなって話だよ。うん、まあ物申す気したくないけどさ、犯罪自慢ほど出せもんはねえぞということでした。では次回の動画で見ましょう。バイバイ。はい、ということでね、はじまきょうしろうのアフタートーク。パー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 ブンブブブペッペルブペッペルブンブブブペッペルブペッペルペッペルブ、ここに口が、2個目の口が、はい、ということで始まりましたみたいな感じできればいいのにな。うん、まあ、そろそろ俺は耳呼吸をねが覚えたいな。あとタイピングもなんか1秒に3000文字くらい打てるようになりて3000文字、うん、6000コマくらい受けるようになるじゃん。うん、おー、フレームガン虫ですね。1フレームに100個くらい打ってんじゃん。ボーみたいな、もうなんだよそのボーって。喉枯れたしん、ゲンタシン。ということでね、いやまあ犯罪自慢はやめようと。犯罪をまずやめようだし、犯罪自慢もやめようだしな。うん、でお猿もびっくりだよな。うん、絶対上の動物園のチンパンジーの方が賢いもん。絶対あいつらの方が賢い。クソ投げてくる、クソ投げてる方が全然賢い。うん、まあ、怖いよねって話。怖くね？ホラーじゃん、もう。現代ホラーは世紀末だった。何言ってんだ。でもみんなもね、ああいうね、ガキにならないようにしましょう。本当に。バカッターですよね。でもバカッターもなんかな、バカスタグラムだよな。インスタ映えって言ってるやつだと同じ匂いがするよな。何がインスタ映えだよ。フォトジェネックだよ。ジェネリック医薬品大正製薬、あれ大正製薬のパッパカパッパーって言ったらなんか商標登録されてるからダメなんでしょ。音も商標登録できるようになったから怒られんのかな。ずーっとパッパカパッパーって言ってたら、パッパカパッパーしか言わないよ、ラララワーザーみたいな感じで言ったら、もしかしたら、はいお前死刑なーみたいな感じで言われるかもしれないから、やめとくわ、やめさせてもらうわ。いいですよね、やめさせてもらうわって終わり方っていうことで、ああやめさせてもらうわ、やめさせてもらうわ、やめさせてもらいます。トゥルーントゥルーン、早始まんの。はい、ということで、ありがとうございましたって言って、こっちの目閉じることで、実際目痛いのはこっち、はい、目痛いから目を閉じるって理論はどういうことなんでしょうかということで、はじまきょうしろうのね、半信半仏トークでした。